皆さんこんにちは合同会社 LBJ の半イです本日はですねこの会議の枠組みづくりについて皆さんにお伝えしてまいります前回はその会議うまくいかない要因あるいは生産的にならない要因としていろいろあるよねってことを挙げた上で,で4つのポイント枠組みの設定そして、えー、事前の準備役割分担そしてコミュニケーションという4つのポイントを挙げましたそのうちの今日は枠組みづくりですね ここのことを話していきます会議の枠組み作りって何だというとまあ大きくは2つあります。一つは目的を設定すること。会議そもそもどういう目的でやるのかってことですね。2つ目はルールであったりとか前提を敷くこと。そしてこの目的とルール前提これを明確にした上で。 その参加するですねメンバー全員と共有をし同意をするとというのがポイントです。のこの目的を設定しルール前提を敷くとどういういいことがあるかというとまず目的が明確になっているのでその会議が割と混沌としたりとかあるいは何かこう雰囲気が悪くなったりとかですねした時にちょっと待てとあそもそもこの会議って何のためにやってるんだっけ この会議のそもそもの目的に立ち戻ることができるとそして目的っていうのは必ず未来のことですからああそうそう未来を作るためにやってんだったな何かをこう責めるためにとか過去にとらわれるためにやってるんじゃないんだなってことが分かるわけです。そしてルール前提が明らかになると意識づけけがでできるわけですねこの会議において自分がどういう発言やどういう行動をすればいいのか ととということが、まあ、各メンバーはわかると、まあ、つまり指針,指針になっていいくととうことですそして同時にルールが設定されているってことはそれに反する行為があったら、まあ、自分でも気づけるかもしれないし他の人からも指摘ができるってことですよね。でルールに同意してますからああそれ守りますよってことを、まあ、メンバー全員が同意してますので指摘されてもですねなんかこう嫌な気分になったりとか。 ではなくてもう単純にあの今決めたこと違うよねとあ同意したことと違うことやってるよね、えー、ということでああそうだったと、まあ、本来の会議の筋道に戻っていくことが可能になったりするわけです。というふうに目的とルールであったり前提をしっかりと共有し同意を取っておくとこの会議が非常に進めやすくなっていくわけですね。ということで、えー、枠組み作りっていうのはこの2つを明確にして共有するということです。 まあスポーツなんかもみんなそうですよね。ルールっていうのは必ずありますしそれに違反する行為があった時っていうのはこの審判なんかがですね笛吹いてでそのプレーを止めて再開していくということになるわけです。会議の場合は進行役がファシリテーターという人がいますからこのルールに沿ってそしてこの目的会議の目的に沿って会議が進められているかどうかっていうことをもうつどつどですねチェックしながら進めていくことができると。 笛吹くわけですね。違うことやってるぞと。というわけで、えー、これがポイントです。さあ、では、どんなルールや前提があるのかということを簡単に、まあ、これ一例ですけれども、お伝えしていきたいなと思います。まあ、よくある一つ目。えー、私が今日お伝えするまあルールの例はですね、5つです。まず一つ目。一つ目は時間を守ること <laughs> です。 やっぱり開始時間が遅れる会議って結構ありますからこのスタート時間を必ず守ると同時に終わりの時間ですね終了の時間も結構伸び伸びたりするわけですなので全員で時間に意識を持っていきましょうねと全員この参加するメンバーの時間を尊重してそして進めていきましょうっていうのが一つ目のルールです時間を守ることです二つ目は積極的に参加すること主体的に参加することこれです で会議における積極的って何かっていうと発言すすすするるるこここと、質問すること、と質問そして反応することですねで。主体的っていうのはどういう意味かというとこの会議はまあ自分が主役なんだと。まあ、そこに参加している人ですからあその組織その会議体には何らかの利害関係しかも強い利害関係があるはずなんです。のでこの会議の目的を達成していくのは自分自身であり自分とその仲間であると。 こういう意識を強く持って参加しましょうっていうのが主体的の意味です。というわけで2つ目は積極的な参加、主体的な参加ということですね。さあ、そして3つ目ですが、3つ目は人の尊重です。人を尊重すること、人の意見を受け取ることということですね。これが3つ目のルールです。人の意見を受け取り、そして理解することに詰めましょうと。やっぱり 会議っていうのはいろんな人の価値観考えやり方ですねこういったことが交錯しますからどうしても自分と違う意見考えっていうのは受け取りづらかったりするわけですねでそこでこう跳ねつけてしまったり打ち返してしまったり、えー、っていうことが会議の中ではよく起きますいやそうじゃなくてまずは理解しよう自分と違うその人の考えがどうしてそういうふうに言ってるんだろうかあということをちゃんと理解した上で議論をしていきましょうと あの必ずしもその意見に賛同しろとか同意しろとかですね従えとかあそういう話ではないってことですまずはキャッチしましょうと。えー、というのがあ3つ目ですねこの2つ目と3つ目は1ついです、えー、つまり発言するこれは受け取ってもらえるってことが前提になったりするわけですねこの発言すると嫌な思いをするだから言わないってことは会議の中で結構あるわけですというわけで「いやちゃんと受け取ろうねみんな」 といいいう前提をを敷た上で、発言しやすい状態を作るとだからあ積極的に発言するよっていうこととちゃんと受け取るよってこの一対でルール設定をしますさあそして4つ目ですが4つ目は決定すす。ることです意思決定をするとそしてその決定したことを実行することこの2つにチーム全員で責任を取っていきましょうと。 やっぱり決めた決めることそのものが行われなかったりしますそして決まってもこの業務の中に入っていくとですねついつい忘れて次の会議入ってきた時にあれ何決めたっけ前回みたいな状態になってしまったりするわけですというわけで決めようねとそして決めたことをやろうねとでこれはその人任せじゃなくてここにいるチーム全体で責任取ってこうねとこのことに同意を得ていくとこれがまあ4つ目ですね そして最後は100、100%参加することです。やっぱり会議はですね、内職が結構多いわけです。あ全員がパソコン開いてですねあし、しゃべってる人がいるのにパチパチやってたりとかですね、えー、するわけですで。だから発言する人とか周りの人から見ると、この人何やってんだろうと。あ会議のうん中にいないな。あ体はあるけど心はないなとかですね、こういう状態になってくると。そうすると、 どうしてもこのチーム内で疑心暗鬼的になっていくわけですね。お互いを信頼できないみたいな状態になっていったりします。なので内職しない100%この会議の中にいるんだということです。そしてこれはオンラインの会議であればなおさらですね。映像が見えてればまだちょっとわかるかもしれないですけど映像を聞いてたりするとなおさらその人は何をしてるかわからない状態になってきます。で実際に、 あの内職しないかどうかっていうのはまた分かんないですけれどもでもこういうルールを設定して同意を取っておくとこの意識づけになりますよねあそういえば内職ダメだったなその違うことルールと違うことをしてるっていうのはどっかでこの罪悪感があったりしますからあなので、まあ、ある程度の抑止力にはなっていくかなと思います。というわけで「内職しない100%この会議の中に身も心も参加する」というルールです。 さあ、そして、委員長5つですね、ご紹介したんですけれども、もう1個、まあ、おすすめなのは携帯電話です。携帯電話は、気づかない状態にしておくと。サイレントモード、または電源を切る。あるいは、もう、会議の中に持ってこないと。でもう、この会議に100%集中する。どうしても会議の中でですね、こう、スマホをずっといじってたりとかする人いるんですけど、そうすると、それも周りの人も気になりますしね。 で当然だから携帯いじってるってことは実際には何か関連する調べ物とかしてるかもしれないんですけどああ周りの人は思わないですからねああ関連し,うしてることなんか調べてんのかななんて思わないですからああ別のことやってんなっていうふうに単純につながりますからね。というわけで携帯電話をいじらない見ない、えー、通話しない こういったことをルールにしておくのもかなりおすすめです。というわけでこのルールをしっかりこの作成してですねそして同意を取っておくと会議は進めやすくなると先ほどもお伝えしたように意識づけになります参加する人の。そしてファシリテーター進行役がいたとしたらルール違反があったら指摘しますから元に戻していくということがしやすくなっていくわけですね。 というわけで会議の一つ目のポイントは枠組みづくりどういうルールのもとどういう意識のもとでこの会議を運営するのかということを明確に決めて同意を取って進めていくとこれはですねかなり効きますのでああこういうのやってないなとかいうこの人がいましたらですねぜひまずはここからですね進めていってみてくださいさあというわけで今日は一つ目のポイントですね枠組みづくりに関してお伝えしてきました 次回は事前準備に関して皆さんにお伝えしていこうと思いますそれでは皆さん今日もご視聴どうもありがとうございました